皇太子ご夫妻は名古屋市でユネスコと日本政府主催の国際会議に出席されました。雅子さまが壇上で見守る中、皇太子さまが各国の教育界の代表に英語で挨拶されました。雅子さまは終了後、運営に関わる高校生に、海外の人とたくさん議論されたんですかなどと尋ねられていました。続いて水と人との関わりについての資料館を訪れ、地元の小学生たちが参加した自然を守るために何ができるかを考える授業をご覧になりました。雅子さまは当初ホテルで休む予定でしたが、急遽皇太子さまとともに訪問されました。